はい、ゆなやま同盟研究会遠藤好美です。一般女子3打以上の部に出ます。はい、世界大会に向けて抱負を聞かせてください。はい、姉妹で全国大会に出場するので日々修練して世界大会を目指します。ではカメラに向かってメッセージを。世界大会でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。はい、と出場種目を教えてください。川村美月です。稲山道院研究会に所属しています。種目は女子単独有段演武に出場します。どんな演武を目指されてますか？最後まで自分の中で納得のいく演武をしていきたいと考えています。はい、ありがとうございます。では最後カメラに向かってメッセージをお願いします。ハロー世界大会でお会いしましょう。トップと出場種目を教えてください。はい、ゆなやま道院研究会所属遠藤美玲です。女子護身技法有段の目に出ます。ゆなやま道院研究会所属遠藤翼です。夫婦で演武をやる楽しさをしてください。家庭以外の場所で夫婦の時間っていうのがすごく新鮮というか毎回嬉しいなと感じます。まあ、夫婦ならではということで、まあ、お互い遠慮なくバチバチと使って演舞が行われるところが、まあ、夫婦でやる楽しさだと思います。抱負をやってください。前回私夫婦で出場した時にちょっと悔しい思いをして、大会が終わってしまったので、今回は終わった時に胸を張って楽しかったって言える演舞ができたらなと思います。まあ、今回は、まあ、自分たちが思い描いている演舞を皆さんにこう披露して笑って楽しかったって言われるような大会にしていきたいです。はい、メッセージをお願いします。みんなで楽しみましょう。おお楽しみましょう。イエーイ稲山だ。いや、ちょっと待って、表情